第24回衆議院議員総選挙。第24回衆議院議員総選挙。第24回衆議院議員総選挙は、1949年、昭和24年1月23日に行われた、日本の国会、衆議院議員の選挙である。日本国憲法施行後、最初の総選挙である。社会党、民主党、国民共同党の3党連立内閣である。 片山明内閣、足田仁志内閣が続いていたが、省電義国が致命的となって、足田内閣は崩壊して、直後に足田前首相が逮捕される事態となった。GHQ、連合国軍総司令部内の藩吉田派、主として民政局は、民主自由党幹事長、山崎武氏を主犯として擁立するという新政権、構想を画策するが、民事党分裂を恐れた。 党幹部が山崎を議員辞職させたために民主自由党単独の第二次吉田内閣成立の運びとなった。このため新内閣は少数与党となったために早期の解散総選挙を要望していたが総選挙を行った場合に大敗することが目に見えていた野党全政権与党である三党が激しく抵抗した。このため GHQ 主導の下で 衆議院解散のシナリオが作られる、口実という奇妙な形で、内閣不信任案成立、衆議院解散、総選挙の運びとなった。事前の予想では、民主自由党が第一党になると予測はされたものの、過半数の獲得は難しく、民主党、社会党両党が連合を組んだ場合、民事党を上回り、過半数となると観測された。そのため、民主党、 社会党の双方とも民主党を自陣営に取り込んだ方が政権獲得可能となるため、選挙後は民主党が政局の鍵を握るとみなされた。選挙前の1948年12月末に吉田首相は極秘裏に犬飼民主党総裁と会談を持ち、総選挙後の保守連立政権充立を約束していた。しかし、 1月23日投票の結果、民事党は264議席を獲得し、対象した。これは、片山、足田両内閣が社会党、民主党、国民共同党の捕獲3党連立であったために、政局の不安定を招いた上、汚職事件や政権内における構想を繰り返したこと、さらに GHQ。 連合国軍総司令部の司令にいいダクダクと追随したと見られたことなどに対する国民世論の批判が反映したものであった。本選挙においては保守政党に投票した有権者の約70%が民主自由党に集中した。また、革新政党に投票した有権者の社会党離れが見られ約30%が共産党に投票し、 解散前の4議席から35議席へと劇的に勢力を伸ばした共産党の躍進につながっている。共産党は特に大都市部やその周辺で強く、東京都7選挙区、京都府2選挙区、神奈川県3選挙区の3都府県では全区で当選者を出し、他に山梨県、鳥取県、島根県の3つの全県区で共産候補が当選。 大阪府でも大阪国を除く四つの選挙区で議席を獲得した。中間政党は低得票に終わり、世論の左右分局化が顕著であり、このため本選挙は後の55年体制における保守、革新の対立軸を形成する前所的傾向とも評される。第二次、吉田内閣は少数与党政権であったため、早期に 衆議院解散総選挙の実施を目指したが、解散にあたって GHQ 民政局が内閣に衆議院を解散する権限はないとする解釈を改陳した。吉田内閣は憲法七条第三号に基づき衆議院の解散権は内閣の権限であるとしていたが民政局は憲法六十九条に基づき内閣不信任案が決議されない限り内閣は 衆議院を解散できないと内閣の権能を限定的なものとする解釈を主張し、双方の主張は平行線をたどった。結局、吉田内閣はマッカーサーを間に調停をする形をとり、GHQ のウィリアムズ国会課長の第四回通常国会で補正予算の成立後、野党の提出した吉田内閣不信任案を可決し、政府に 衆議院を解散させるという調停案を引き出すこととなった。だが、社会、民主の両党、野党側は、省電疑国に対する国民の猛反発から、直総選挙での敗北は予想されるところであり、内閣不信任案の審議、投票中は皆意気承知し、一方不信任案成立によって、脳を突きつけられたはずの民事党、与党側が皆狂気するという通常とは、 正反対の事態が繰り広げられたという。このため、慣れ合い解散と呼ばれている。本選挙においては、新潟2区の一部である七谷村、玄関茂氏の一部における選挙について、最高裁判所による選挙無効判決が1950年9月22日付で確定し、1950年10月30日に再選挙が行われたが、結果的に当落は変わらなかった。 選挙当日の有権者、4 2 1十万5 3 0百名。内の数字は女性の表示は、貴族院議員経験者、第五特別国会。この第二十四回衆議院議員総選挙において、当時の定心証より、候補者に対して、その一名につき1000枚当ての、選挙切手と呼ばれる特殊な郵便切手が、無償交付された。このような制度が実施されたのは、 本選挙が現在までのところ唯一の例である。なお本選挙に関連して、定心賞は、当該選挙実施約半年後の1949年6月1日に、郵政賞と電気通信賞に分割されたため、選挙後に成立した第三次、吉田茂内閣の定心大臣、小沢佐柄元民主党代表、小沢一郎のジップは、最後の定心大臣となった。なお、 小沢は引き続いて初代郵政大臣兼電気通信大臣を務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。